どうも、こんばんちは、ヤキヒトです。ホワイトデー2、続きね、やっていきたいと思います。前回ね、エピソード、2、クリアしたんだね。はい。エピソード3、やっていきましょうか。新しく出たんだよね。まあ、最初何だっけ？彼女に起きたこと。うん。じゃあ、やっていこう。おぉ。では。前作の主演の人に似てるけど。ソヨン언니、제가꼭나영언니의죽음의비밀을밝혀드릴게요。그리고나영언니가편히갈수있도록할게요。もしかしてこれひなちゃん？見た目ひなちゃんっぽいけどな、なんか。トヨンさんつってるからね。トヨンは雫だからね。ハンナよ。雫のことは慕ってたからね。いいかいいか。あ、怪獣レンタル持ってんだね。上の階に行ってるぞ。さあ、追っていこう。あれは誰だった？あの部屋に行ってるぞ。あっつ。おお、女主演。女警官が来たぞ。どこにいたんだあいつ。まあ距離があるからな。大丈夫だろ。さすがに。反応するね。どう？びっくりした。なんだお前。ここに空いてたね。お。師匠のメモ。本は期限内に返却しない一部の生徒のせいで最近ストレスが並大抵ではない。本を返して教えて私の話は全然聞いてくれない。これ以上は我慢できない。やはり彼らに罰が必要だろう。特に図書貸し出しカードに書いてある生徒らには痛い目に遭わせてやろう。とんでもねえや。おお。なんだこれ。貸し出しカード、これが。キム・ミンス。韓国古典小説。小説。1,2,3。なんか振ってあるけどな。はめ込む本がないんじゃない？もうそもそも。どう？なんでやねん。開きません。本を探さなきゃダメじゃないかこれ。あ、あった一冊。スカイスカメラもあった。やっぱ教室にありそうだね。まあでも生徒の名前が書いてある教室にあるとは限らないっぽいな。青龍とかそのままだね。あるとしたらやっぱ本だなってことかな。
カメラ結構余裕あるな。あ、踏んねえぞ。おー、この一冊しか今んとこ見つけられてねえけど。この一冊だけってことある？とりあえず入れに行ってみるか。でも俺過去教室全部見たと思うんだけどな。あーどうもどうも。逆に屋上にもあるとかあるかな。シミドルの。さすがに情けだな。本はあるけどな。でも教科書が。だ。なんだ。下がれた。何が起きてる？あ、マジかよ。やっぱあるのか、各教室に。おいおい、なんかそういう細かいところチェックしないとダメみたいな。なしにしようぜ。本棚にあるパターンでいいじゃん。ここにもなんかどっかでなんか起こるのか。それとも、そうだ、本棚にはない。そうなると、あ、やっぱりなんか調べないと出てこないぞこれ。もうしゃがむ必要あり。本返せなかっただけで、お前どんだけなんだよ。やばいね。そうなると、あとは上の12の教室にあるな。11か。電気の有無が関係あるとは分かるとは思わないんだけど、どうなんだろうね。関係ないね。さあ、あ、そうだね。これ多分しゃがまないとなんかイベント起きないっぽいな。さっき普通にある人もいなかったよね。いや、わかんないけど。どこだい？だとしたら、どう？やばいだろ。これで全部。しゃがまないとイベントぐらいとかある？だとしたら相当だな。あ、どうも。はじめびっくりしたよ、君。190は、韓国古典。これ。で、760が、韓国短編小説。で、君が最後だね。
鍵のかかったダイヤリー。あ、여기는방송반？우선방송반으로가볼까？放送部に行こう。ファン・ナヨンの横顔。まあこれがヒナちゃんかどうかがわからないんだけどね。まあヒナちゃんもね、正直、あ、どうも謎が多い子というか、実はひなちゃんも生きてはいない一説みたいなのもあるからね。わお。ここで一回やり過ごすか。まあカメラもあるからね。放送部って別館だよね。向こうだもんね。向こうの2階だ。1階のそこ開いてんのか。この辺は多分開いてないだろうね。じゃあとりあえず放送部に行くか。開いてるね。開かない。ここは開いてるんだ。意見投稿箱の鍵だ。ひなちゃんの話でもちゃんとあるっぽいね。ひなちゃんがどうかわかんないんだけど。お放送部に行動してる。こっちの辺開かない。まあ開かないか。やっぱり投稿箱の鍵だけ開けようか。したら働きもできないのに返却された方を持っている生徒が私がいちいち会いに行かなきゃいけないなんて納得ができない。どうすれば生徒が自分で本を返すようになるだろうか。やっぱり腹が立って見せしめとして本を返さない生徒の教室を荒らした。これは警告だ。次も本をきちんと返せなかったら黙ってないと思うだ。問題なんだよなこれ。こんなつもりじゃなかった。教育のために罰を与えてやるとしただけなのに。でも奴らはあまりにも無礼だった。そう、これは事故だ。そして誰にも知られてはならない。私だけの秘密だ。死んだ生徒の死体はまだ見つかっていない。学校が私を疑っているが、その証拠もまだ見つからない。深夜の書庫に幽霊が出没するという噂がある。噂によれば、行方不明の生徒を即夜死が本当だろうか、夜勤の時に確かめてみよう。お前、本を返却しないだけでお前、生徒殺すってやばいだろ。どんだけ短気なんだよ。どう？そのコンボはビビる。どう？またお手手の大群が。迫ってきている。逃げろー。大量のお手手が。イエス。バカ野郎、お前の音が怖えんだよ。タン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 来る。おお。これやってる状態なんだね。ひなちゃんに関してはね、前作もそうだったけど、なぜ学校に行けなかったのか目的が全くわからない。主人公以外とは誰とも生きてる人には会ってなかったやつが、ひなちゃんは。
開かないんだ。こっち開かねえじゃねえか。こっちから行けねえのかよ。こっちから行ったらショートカットなのにな。まだね、迂回しなきゃいけねえか、またこれ。校長かよ。何？ひなちゃんは校長が襲ってくんの？あかんない。そんなことないよ。あかんない。一回行くしかねえじゃん。校長が襲ってくるとかないよな。ただのムービーでしょ。あ、あー校長いるね。向こう行ってる。生物のイドヒョン先生の手違いで生物室に送られるはずの薬品の一つのが保健室に届いた。気になって箱を開けてみたら中には除草剤が入っていた。説明書によると木の根っこに優れた効果があるらしい。生物の先生は一体これどこに使うつもりなんだろう。除草剤どこにあるんだい。除草剤これが有効活用できるんじゃないのか。置いてないの除草剤。怖すぎないかこれ。この人体模型ないね。深夜に生物室の人体模型が勝手に動くのを見たという変な噂があり、生徒が不安になっているらしい。その対応として、校長は生物室の人体模型を保健室に運ぶように指示した。やかいごとを変えてしまったような気分だ。よく見れば確かに変な噂が立つのも裏付けるぐらい不気味。まるで生きている人間のように見えるというか、一体どこからこんなものを仕入れてきたんだろう。それより、あの気味悪いものをここに運んでからなんだかよくめまいがする。それに、なぜか睨まれてるような気がする。全部気のせいだといいけど。あの人体模型ね。写真でも撮ったらなんか、映るかね。あの人体模型。うちの空間何？メモだ。この老いた肉体に寄生して生きているのも早数十年。肉体適合者探すための数十年間努力がやがて報われることになった。急いで復活儀式の準備をしよう。これあの校長のあれか？あ、投稿箱だね。復活の儀式をして体入れ替えたいっていう。やってることもオロチマルじゃねえか。はい。はい。なんか除草剤ですかあれが。なんかパスコード。絶対そうだよね。どうにもならないじゃないですか。動けなくなるしな。こいつを巻いていくしかないんだと思うんだけど。どうしようって？どうにもならなくね？負けねえしな、今。別
にあそこもなんか暗証番号を押すとかそういう感じもなさそうだしね。隠れるとかもないもん、だって。ないよね。ここは開くか。でもだとしても、あんま関係ないよ。出てくるし。終わったぜ。あーやっぱ効かないな。ダメだ。抜ければなんとかいけるかな。こいつ。まあこの除草剤を取らなきゃいけないんだと思うんだよね。ここで負けるかな。いやいや、ここででも。巻くしかないんだけど、あいつに近寄られるとめちゃくちゃ動き遅くなるからね。ここでなんとかするしかない。いや関係ないよ。あ、ごめん。あぶね。予想だけっちゅ。よし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 。わお。植物を枯らすときに使われる危険な毒薬が入っている。植物を枯らす。長断質の根を取り除こう。ああ。長断質は、この回ならいいのか。これか。OK、除草剤。は？おお、そういうことね。バカめ、終わりだ。打ち捨てられた紙を手に入れた。8124。暗証番号かな？下の。オッケー。なんとかなったわ。マジでビビらせやがった、あいつ。まあ、一応出るからな、その、目標がね。ちょこちょこ見た方がいいな。ここだよね。ここも開けとくか。体。ここも見た気がするなぁ。前作で。拉致した生徒は、診断時の供物として使います。念願だった永遠の生を手に入れた。しかしこれは中途半端な永遠の生に過ぎない。不滅になったが、肉体はそうではない。ライダーの身から復活儀式を提案された。方法が見つからなかった場合、私は、その提案を受け入れる。ところが、完璧な肉体的合成を見つけるのは決して簡単ではなかった。今では何人もの候補がいたが、いつも失敗に終わった。
時が経てば経つほど私の体が朽していく。焦った私は生き量壺を用意し、財団の一員である U4 個の肉体に寄生することにした。急いで肉体で囲碁者を探さなければならない。それがあそこにあったらね。なんだこれ、鍵？鍵がかかってた内容が見れない。校長室を調べようだと。この監視カメラね。ここに校長室なんかある？ああ、ね、なんかあるぞ。天から降りてきた神聖な神木を、神男樹でいいのかな、これ。しかし、ホルウィング理事長が永遠に生きながらえるために存在するこの木が果たして神聖なものだと言えるだろうか。ここは開かない。開きはしないね。これはだって開かないもんな。他なんかできることあるか。ここは意見投稿箱の鍵があったぐらい。生徒相談日誌。うん。面談。全部校長との面談だ。多分あれが、これが一応校長が目をつけてたけど、適合者ではなかったって感じだった。え、校長室なんかある？校長室を調べようと。うん、まだ何かあるか、これ。これぐらいしかないけど、これ鍵だよな、どう考えても。あ、こんなところに。やってくれたな。なんか先に拾ったよ。石の石板。あ、映ってる。地下室、あのじいさんだな、地下の。さっきのゆり先輩だったっけ。ああ、しずく。これあれか、最後の晩餐のとこ見た時だ。じゃあ、物語たちは結構終盤の位置にいるか。おう。光？こいつの時に彼女とは会ってないんだけどな。この画面俺知らないね。見たことないわ。まあ、本編であったのかなかったのか。多分なかったような気もするけど。放送室に行ってみる。わかんないけど。これなかったんじゃないかなと思うんだけどな。俺が見てないのでいいかもしれないけど。だとしてもエンディングに影響してないからな。多分ゆり先輩かなんかこっちから行ってたから、ここが開くんじゃないか。
ってみよう。やっぱり開いたね。放送室もそこだ。あ、待って。정수진너무서워서온거잖아성화의원훈이학교에나왔다고생각시가됐어가왜네가죽였으니까김성화아너それバレてると思うんですけど누구세요여기졸업생인데넌이학교에다니는1학년생유지민이요유지민이요여기서뭐하고있었던거예요놔두고온게있어서서로그냥못본걸로하자학교에몰래들어온건둘다같으니까어기운이선택지가내려다가나와뭐지아나나너희도맞다그미즈니오셨다요はい、というわけで、ね、今回はね、一旦これで終わりにしたいと思います。ぜひともね、チャンネル登録、高評価、チャンネルはね、励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは。